ベラのヘックスレンチ 950SPKL。国内では9本セットが4500円くらいで売ってます。今更これ紹介するかってほどに有名な製品。六角レンチならこれ買っておけば間違いない。登場してからもう随分と時間が経ちますが、2021年になった今でもそんな道具に思っています。特徴は3つ。マルチカラー、丸軸で面接触。まずマルチカラー。ポップなカラーリングはサイズごとに分かれており、識別を容易とします。オレンジは5ミ、mm、リ、赤は6ミ、mm、リといった具合。 購入当初、私はホルダーの位置でサイズを覚える癖がありますので、色分けされていてもまあ使わないだろうなと思っていましたが、よく使うサイズ、3から8ミリまでは嫌でも覚えますから、バット内や腰袋でばらけていたりしてもサイズを見つけやすく地味に便利に感じています。 しかしカラフルなデザイン嫌う方もいらっしゃるでしょう。最近は p b なんかで従来のメッキ品が結構売れるなんていう記事をファクトリーギアさんのブログでしたか、まあ何かで読んだ記憶がございます。そんな方にはベラのコーポレートカラーである緑一色のバージョンをおすすめと思ったのですが、現在はカタログ落ちしてしまったようです。ポップカラーが新しい時代の工具ということなのかもしれません。 3ブ以外はブラックレーザー処理まあ何のこっちゃよくわかりませんがとりあえず剥がれてはきませんそこそこ強そうですが防性力は弱め赤サビが浮いてきます続いて特徴の2つ目丸軸からの削り出し工具になっています単純に絵が一般的な六角に比べて太くなりますので従来品と比べ剛性は高くしなりが小さくなります締めの PB 緩めベラなんて言われていましたがこの硬さが理由でしょう 試しに 5mm を映像としておりますが、本締め、最後の方では小さくはありますが、しなりはしっかりと感じます。私の感想になりますが、今までの六角軸よりも緩め作業は当然として、締め作業にも使いやすく思っています。上手な方は六角軸のしなりを使って正確にボルトを締めると聞きますが、私はこのくらい硬い方がボルトの感覚が手に伝わるのがなまりませんので、トルクもわかりやすく思っています。 締め付けトルクに関しては慣れの問題と思っていますし、緩めに関してはしならない方が怖くないので絶対的に有利。丸軸は六角軸に対して操作感では優れたものと思っています。しかし丸軸欠点もございまして、切って詰めて使うことができません。六角軸であれば角丸くなってきたらカットしていけば元の輝きを取り戻しますが、丸軸では六角部分なくなるまで削ってしまったらそれで終わりとなってしまいます。 ただ、次にお伝えする通り、このレンチは珍しい面接触を採用しておりますから、角落ちるまで摩耗するかといいますと、私の使い方、DIY ではそこまではいかないかなと思っています。私はそこまで使い込んでいませんので、耐久性についてはわかりません。この道具の耐久性についてご存知の方、ぜひコメント欄にて教えてください。 3つ目、今もう少し出ましたが、ヘックスとしては珍しい面接触の道具です。先端の造形などはさまざまなところで取り上げられていますので、詳細については省きますが、独特な形をしています。使ってみての感想は、とても頼りになる道具です。普通のヘックスレンチでもう無理となったら、ベラで回します。自分のは最近買いましたが、それ以前に散々使ってまいりましたが、今までベラを使ってネジが壊れた経験は一度もございません。 回すす能力だけでで言えばヘックスレンチととしててはは上位の1つではないいかと思っていますただし、私にとって好みな使い心地ではございません。いまいち好きになれないっす。ネジにはめた時の遊びが大きいまでとは言いませんが、先生色と比べてしまうとやはり大きく、その遊びを取った後もトルクかけていきますとネジ側にめり込んでいくと言いますか、噛み込んでいくような感触がありまして、私はその使用感が若干苦手です。 実際は全然大丈夫なんです。ベラでネジを壊したということは今のところないのですが、その使用感からネジが壊れそうと勘違いをしてしまいます。どちらかというと私は鈍感。ネジ回すのは上手ではないのですが、この道具の使用感についてはとてもナーバスになってしまいます。ただこの辺は好みだったり感じ方の問題ですから、私と真逆の感想を持つ方がいても全く不思議ではございません。試してみないとわからないことですから、ぜひ使ってみていただきたいです。 その他、細かいところでは、樹脂製のスリーブのおかげで道具と手の間で熱を伝えにくいです。夏の炎天下作業時や真冬の朝市作業などで、あっつーとか冷たというのを緩和してくれます。スリーブ分太くなりますが、使い勝手については悪く感じたことはありません。ただし、細い縦穴なんかには入らなくなるというネガはございます。それから、ホルダーから出しにくい、しまいにくいです。丸軸なので摩擦が大きくなっちゃうんです。 購入当初に比べますと随分と出し入れは楽になりましたがいまだにしまう時はなかなか入らず仕方ないので叩いて入れようと思った途端にスルッと入って痛い思いすることもございます注意点として単軸曲げの位相が一定ではございません変曲げ角曲げではなく本当にバラバラ理想的な曲げ位置を引き当てれば小さな振り角での作業を可能としますがネジ穴見ながらレンチに差し込む時一般的なイメージは変曲げ位相でしょうから思ったようにレンチが差し込めないと思う場面があるかもしれません 私はこれについてあまり気にしたことなかったのですが、この動画撮るためにいろいろと使い比べたところ、その時はやはり気にはなってしまいました。そんなこんなで、この位相についてはメリットにもなりますし、デメリットにもなり得ます。ベラのヘックスレンチ。おすすめはしやすいっす。ネガがほとんどない。ちょっと高いくらいですか、お値段。ヘックスレンチにしてはお高めではありますが、まあ奮発しても良いかなと思えるレベルのお値段です。で、性能は素晴らしい。ヘックスで悩んだらこれで良いと思っています。 売れるにはそうの理由があると分からされた道具でした。ぜひ使ってチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いできますことを願っております。せや